こんにちは。本日司会進行を務めさせていただきますゆかりと申します。本日はこちら愛三工業レーシングチームの皆さんにお越しいただいております。お願いします。本日はですね、ちょっと監督の別府監督がいらっしゃらないということで、スタッフの早川さんにまずお話をお伺いしたいと思います。まずですね、愛三工業レーシングチームのチームカラーや特徴などはございますでしょうか。まあ、若い選手が多いので、まあ、若い力をフルに使って、今年も全力で戦うということですね。今年から入った、まあ、ここにはちょっと来てないんですけど、まあ、佐藤健選手と、まあ、隣にいる、まあ、渡辺翔太郎選手、この2名を加えて今年は戦うということで、まあ、去年、全日本チャンピオンの草場圭吾選手がいるので、まあ、その結果をに、負けないような、まあ、今年も全日本チャンピオンを取れるような感じでいきたいと思います。じゃあ続いて、選手の皆様に一人ずつまず自己紹介をお願いいたします。じゃあ渡辺選手からお願いします。はい、今年から愛三工業レーシングチームに、入りました渡辺翔太郎です。よろしくお願いします。渡辺選手、客室は、そうですね、自分はルーラーという客室だと思っていて、うん、思ってるだけちょっと自分のよく分かってないんですけど、まあルーラーだと思ってます愛三工業レーシング3年目の小原隼人と申します。みんなからはバルって言われてます。日本の方ですか。あ、はい日本人はい、客室はちょっと全てが中途半端なので、まあだったらもうオールラウンダー的な感じですかね。愛三工業2年目の渡辺歩です。まあ、ニックネームは僕生まれが福島なんですけど、福島の白い恋人でよろしくお願いします。白い恋人って北海道じゃないですか。なんかもうやる、なんですかね、書くことなくて、はい、1回書いたことあるんですけど、はい、それがすごく広く浅く浸透してるんで、もうそれで決まりで。あ、なるほど、はい、じゃあ皆さん福島の白い恋人さん、肌白いんで分かりやすいと思います客室は、オールラウンダーでやってます。よろしくお願いします。愛三工業6年目の岡本隼人です。ニックネームは岡ちゃんとか岡本ちゃんとか、まあ、ごくわずかの人に岡Qとか言われてますそうですね、客室はスプリンターで勝負する客室です。愛三工業レーシングチームの鈴木譲です。そうですね、チームは若手中心なんですけど、僕だけもう30代中盤でベテラン選手の域に入っていて、まあ、若手をまとめる役というか、まあ、そういう役割でやってます。ニックネームは、まあ、名字が鈴木なので、まあ、名前で呼ばれることが多いので、譲ると呼んでもらえると嬉しいです。客室はそうですね、まあ、上りは得意なんですけど、あんまり長い上りが好きじゃないクライマーみたいな感じですねはい、自転車始めたのは高校生からです。はい、もともとサッカーやりたかったんですけど、高校でもサッカー部がなくて、でそのなんかその友達にちょっと面白い部活があるって言われて、それがまあ自転車部だったんですけど、でそれでなんか体験入部みたいなのをして、で面白いなと思って自転車を始めました。始めたきっかけっていうのが、まあ、例えば世代というか、まあ、漫画の弱虫ペダルを読んで、ちょっと自転車をやってみたいなということで始めて、まあ、そこから高校大学と、で今プロ選手としてやってますね。僕は3歳から自転車乗り始めまして、でロードバイクは
小学4年生ぐらいかなから始めました。でそこからも競技をやってましたかな。でプロに上がろうと思ったきっかけっていうのがもうその段階でツール・ド・フランスっていうものを知っていたので、そこで走ってみたいって思ったことがきっかけでした。あの両親がもともと好きだったので競技が、だったのであのツール・ド・フランスが家で流れてたんで、あのちっちゃい頃から知ってましたっていう、そういうタイプでした。僕はもともと乗り物が好きで、小学校とかの時からも小学生が乗れる乗り物といえば自転車一択で、あの近くの公園とかで遊んでるうちに、まあ、そのうちレースに出てみたいって思うようになって、中学生ぐらいから本格的に自転車レースに出るようになりました。そうですね、自転車と出会ったきっかけは、まあ、さっきトーバルが言ってたように漫画弱虫ペダルからっていう風に言ってたんですけど、まあ、もうそこでちょっと世代のギャップを感じてて漫画で出会ったんですけど、シャカリキっていう漫画がやっぱきっかけで、まあ、当時それを読んで、あ、やっぱ自転車の世界ってすごい楽しそうだなっていう感じで、まあ、ロードバイクを手に入れて乗り始めたのがきっかけですかね。やっぱりそうですね、あのやっぱりこうレース終盤とかで、あのきつくなってきてからがちょっとあの結構踏ん張れるというか、あの頑張れると思ってるんですね、自分では。でそこを注目してあの見てもらえると嬉しいです。まあ、全体的にやっぱ小柄なので、ちょっと集団に生まれた時は見づらいかなって思いますけど、はい、まあ基本的にチームの前で走って、まあ、引っ張る感じなんで、まあ先頭に大体いるので、まあ、そこを見てほしいですかね。わかりました。あ、まあ、自分多分集団の中で一番白いんで多分探しやすいと思うんですけど、その白いやつがどこにいるのかっていうのをちょっと見てほしい。今は、はい、どこにいるのかなっていうのを探してもらえたらいいかな。いろんな動きをしてるんで、はい、あの要所要所でどこにいるかで多分役割が違っていたり、その日どんな走りするのかなっていうのが多分分かると思うんで、僕を探してもらってこいつは何がしたいんだろうっていうのを探してもらえると、ちょっと自転車がもっと面白く見れるんじゃないかなって思います。僕はやっぱり前乗りですね。前乗りフォームが乗ってる時、自転車に乗ってる時のフォームがすごく前に乗ってるんですよ。サドルが後ろがだいぶ余ってて、はい、まあ、それは長く続かないんですけど、やっぱ本気になればなるほどどんどん前に行くっていう自分の癖というか、もうそのスタイルなんで、まあ、そこをもう映像とかで見たら、あ、これ岡本だってすぐ分かってもらえると思うんで、はい、その時はだいたい下のハンドルとかもう握ってますね、はい。そうですね、まあ、僕個人っていうよりはその愛三工業レーシングチームっていうのが、まあ、どちらかというとやっぱスプリンター編成のチームなんですよね。スプリントで隊列組んだりとか、まあ、集団を引っ張ったりっていう場面がうちのチームはさ、とても多い、他のチームと比べてもとても多いチームだと思うので、まあ、今後レースを見るとしたら、あ、愛さんが先頭立ってるなっていうふうになったら、あ、スプリントを誰で行くんだろうっていうふうに見てもらえると、まあ、ちょっとレースの見方もちょっと変わるのかなと思うので、あ、こう愛さんが先頭来始めたぞっていうので、はい、こうレースの展開を予想してもらえたら、まあ、ちょっと楽しめるかなと。その辺をよく見てもらえると嬉しいですね、僕らは。じゃあ愛さん工場レーシング自体はロードレースよりクリテリウムとかの方が得意だったりするんですか？そうですね、やっぱりクリテリウムで優勝を狙える選手がやっぱたくさんいるので、うん、まあ、本当今後そういうレースが増えてきたら、本当にチームとしても本当注目してもらえると、なんかレースも楽しめるのかなと思います。高校生の時の1個上の代であの橋本英也選手っていたんですけど、うん、いるんですけど、オリンピックの選手ですね。やっぱそうですね、その選手が憧れというか尊敬している選手で、うん、です、沖縄出身なんですけど、沖縄出身ということでやっぱ憧れの選手は荒城幸也選手だったり、うん、まあ、あとは一番なんていうんですかね、親交が深いというか高校の時に練習を一緒にさせていただいた内間航平選手が、まあ、僕の憧れの選手です。
レッド・フェミキ選手が僕はかなり憧れてました。パリのシャンゼリゼで逃げる姿っていうのはその時すごく鮮明に覚えてて、はい、たまに見返したりもするんですけど、その姿に憧れて自転車始めたと言ってもいいぐらいだったので、本気でやりたいと思ったのがその時でした。おじさんがもともと自転車選手としてまあやってまして、それを見て僕もそういう風になれればなっていうところはそこがあったんで、まあ、おじさんをここではちょっと、まあ、そこまで今めちゃくちゃ有名な選手ではないのかもしれないですけど、おじさんをここでやっぱり立てときます、はい、やっぱりこの愛三工業レーシングチームで今コーチやってる西谷太一さんとか、まあ、あとは、まあ、さっきもちょっと顔出してくれた島のレーシングの野寺監督とかは、まあ、僕が本当にプロの駆け出しの頃からもトップ選手で、まあ、本当にその背中を見てこうやって育ってきて、まあ、こうやって僕がこう若手をこう引っ張るような立場になってるんですけど、本当にそういう人たちがいたからこそこう、まあ、国内のチームレースを盛り上げたいなと思うので、まあ、本当に2人は本当に憧れの存在かなと思います。同じチームの、全日本チャンピオンなんですけど草場圭吾選手、はい、まあ、自分より年下なんですけど、やっぱチャンピオンだけあって結構自分に結構走りのこととか、うん、指摘してくるんですよ。ちょっとちょっともうちょっと黙れてたらなあかんなと思って草場圭吾選手にちょっと貸したいなと思ってますね。まあ、チームメイトにも同世代いっぱいいて、まあ他のチームにも同世代いるので、そこでやっぱみんな強いので、うん、結構意識はするので、うん、まあ、同世代の中では、まあ、結構勝ちたいというか、うん、そういう気持ちはあるので、まあ、みんなライバルって感じですか。世界を見ても同世代の選手が今非常に強いんで、ポガチャルなりコビーとか、あとは先日もマクナルティとか勝ったりするんですけど、まあ、あとは幼い頃から一緒に乗ってたっていうので石上雅弘選手が僕はちょっと意識します。まあ、負けたくない選手はやっぱ同世代の選手ですよね。まあ、島のレーシングで言えば横山選手であったりとか、まあ、他のチームでもスプリンターであれば黒枝選手であったりとか、紀南の山本正樹選手とか、そのやっぱ同世代はどうしても意識してしまうもんなんですよ。同い年で唯一やっぱりプロやってる紀南サイクリングの畑中選手とかはやっぱり本当に、まあ、お互いやっぱり意識してる存在なのかなと思うので、どっちが先に辞めるんだみたいな話も出てるんですけど、まあ、お互いできるだけ選手やろうなみたいな感じで、まあ、そういう中ですね。やっぱり今シーズンの目標は J プロツアーでまず1勝すること、まだ分からないんですけど海外のレースの UCI レースでもう1勝することを目標にしています。やっぱまずは1勝ということで結果を求めて、しっかりチームのサポートもしつつ自分の結果を求めて走っていきたいと思います。以上です。自分の日を外さないっていうところに結構目標を持っていて、自分が狙えるチャンスがあるときに自分がそれを外さないようにしたいなっていうのを責任を持って全うしたいです。今シーズンの目標はそうですね、やっぱり去年全日本チャンピオンを草場選手が取ったってことでチャンピオンチームとして注目されるので、それに恥じない展開を作っていくことです。昨年は JBCF のロードシリーズ個人で2位でチームで3位だったんですけど、まあ、やっぱりチャンピオンチームとしてやっぱり今年はその年間を通して個人総合とチーム総合をやっぱり争えるチームにしたいと思っているので、まあ、そこを狙っていきたいと思っています。はい、ということで本日は愛三工業レーシングチームの皆さんにお話をお伺いいたしました。お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。今シーズンも頑張ってください。ありがとうございます。